お疲れ様です。今回はですね、年金について、ちょっとそのね、闇というのをね、お話しようかと思います。まあ、主に2点、いや、3点かな。3点になりますけども、まず1つ目なんですが、もともと現在、え、動いている年金を司るのは、日本年金機構っていうね、ところなんですよね。これなんでね、日本年金機構ってものができたかというと、実は、 その前には社会保険庁っていうところがあったんですよ。で、これは厚生労働省の外部団体だったと思うんですけども、まあ社会保険庁というところが独立してその年金を扱っていたんですよね。で、年金というのは言うまでもなく、まあ私たち国民が少しずつ毎月毎月積み立てていって、そのお金をまあ老後に受け取ることによって、えー、仕事をね、えー、働けなくなったとも。 ずっと年金によって暮らしていけるという将来の安心と安定のための積み立てだったんですよねところがこれを司さっている社会保険庁っていうのがですね、まあ、いわゆる資金をどん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 使ってしまったわけなんですよまあなんせ毎月毎月国民から莫大なお金が黙っていても入るもんですからそれはとてつもない資金力になったわけですよねしかもこのお金っていうのは 将来払い出しが来る時に備えて持っておかなければなりませんけども、しかし、払い出しが来るまでに、新たにまた加入者も増えるわけですから、もうね、いくら使ってもまた次から次へと入ってくる。特に高度経済成長など、人口がどんどん増えていく時なんてのは、今年よりも来年、来年よりもその次の方が、入ってくるお金が大きいんでね、いくら使ってもなくならないみたいな状態になったんですよ。ま、しかしですね、 社会保険庁にも年金の使用用途ってものが決められてまして何にでも使っていいわけではなかったんですよ。しかしそこら辺はね法律の解釈のずるいところで例えば将来の年金受給者の公共の福祉のためになら使っていいよっていう解釈が成り立っていたんですよね。まあですんでご覧いただいたようなグリンピア事業っていうのがあったわけですよ。つまり年金を 払っている人に対して全国にあるグリンピアというね宿泊施設これを格安で使えますよってことだったんですよしかしその内情はひどいものでしたこのグリンピアってのは利便性がとてもあるものではなかったんですよしかしグリンピア自体はものすごく絢爛豪華な造りになっていましてでここに確かに泊まりに来ると快適なんだけどもでも交通の便は悪いし必要とされてるところに作ってないしまあ言ってみれば グリンピアというところを作ることによって、まあ、天下り先がまたできたわけですよね。社会保険庁が終わっても、誰が来るとでもない、ものすごく暇なグリンピアというところに再就職して、そこでまた莫大な給料をもらいながら、辞めれば退職金という流れですよね。で、こういったグリンピア事業、時代の波に飲まれ、いろんな報道に叩かれ、民間に売却することになりました。まあ、つまり、 このグリンピアはあまりにもひどいんじゃないのというところから追及が始まりこれを社会保険庁から切り離すという、ね、ことになったわけですよねまあその際全く使われてませんからグリンピアを民間に売却ということになったわけですその売却も二束三文でしたもちろん買い取った方は儲かるわけですからどんな関係の人が儲かったのかそしてどこに払い下げられたのかこれはまあね ここで言わなくてもなんとなくわかりそうなことですよね。そんなこんなで他の不正もありまして、まずは消えた10兆円。つまり社会保険庁に集まってきたお金の中から10兆円がいつの間にか消えていたというね。誰が何に使ったかわからない。しかも誰かが責任を取ることもない。ということで社会保険庁が球団の的になったわけです。で、こういった経緯からですね。 日本年金機構というものに新しく組織が再編成されそしてなんと社会保険庁のこちらの長官がですねそのまま日本年金機構の理事長にそのまま横滑りするというねとてつもないことが起きていたわけですよどうですかね社会保険庁の不正とその他の資金の流用が明るみになって責任を取る形で社会保険庁がなくなったんですけども 日本年金機構というものに再編成されて、その局長がそのまんま新しい日本年金機構のトップに横滑り式だというね。まあ、なんともひどい話です。まあ、これは結構当時でもマスメディアなどで追及されたんですけども、しかし国民がこういったことに抗えるはずもなく、日本年金機構になってからというものを、この年金のですね、 負荷っていうのが負可っていうのは要するに毎月毎月の回収がさらに厳しくなったんですよ。つまり取り立てが厳しくなったんですよね。時には強制徴収というものを行われたり、資産を差し押さえたりとかってね、こういったことも行われました。ひどい話です。集まったお金は何に使ったかわからない。しかも消えた10兆円の責任を誰が取るでもなく、集める方は集め放題。しかし、そういったことに嫌気がさして払うのを拒否した人からは、 強制徴収してて巻きき上げるとというねねこ、まあ、こんなことが起きてたわけですよ、ね、さらには 5000, 人5000万人ほどの年金記録が消えたっていう問題これもなかなか闇深いですね当時の安倍政権下舛添厚生労働大臣の下でこの年金の記録が5000万人分、まあ、ですんで日本国民のほぼ半分ですよね もう責任を持って預かるべき日本年金機構がこんなことを起こしてるわけですからねまあこれをもとに安倍政権っていうのは第一位を閉じていくわけなんですけどもまあなんともひどい話です政権すらぶち倒すぐらいの不祥事を起こしておきながらこの日本年金機構は今でも脈々とその資金力を蓄え違外保険のように 栄えてるわけなんですよねはい。ということで、年金払うのがバカバカしくなった皆さん。<laughs> それでも、私たちは、虫取られるように、将来のもらえるかどうかわからない年金を払わされております。さらに、この年金、受け取る人ってのは、支払った人の半分くらいです。どういうことなんでしょうか。そうなんですよね。年金ってのは、基本的に65歳からもらえることになってますけども、そこに行くまでに、 年金の支払い者の支払い義務者の半分はまあ死んでしまうってことなんですよねいやー本当に恐ろしい仕組みですしかも恐ろしいのはこの制度強制徴収ですから最も立ちの悪いネズミ講と言えるんですよねネズミ講ってのは入る入らないは国民の消費者の選択に任されてますけども年金に関しましては選択の余地なく生まれた瞬間から 払うことが強制されるということなんですよね働いても働いてもキリがないまあ、そんな一端を伺いすることができますそれでは